側の世界が消えた脳の不思議。ある日突然、18歳の青年の見る世界がこうなった。それは脳の問題だった。今まで見えていたものが消える。今まで見ていたものがわからなくなる。脳の不思議、その世界とは。1986年、兵庫県神戸市で生まれ育った小林晴彦さん。中高一貫の進学校に通い、吹奏楽部で活躍。リーダーとして全国大会にも出場。高校卒業後は予備校に通い、東大を目指していた。そして2005年5月、小林さん18歳の時、それは突然起こった。目の前の世界が歪んだ。そして気分が悪くなり、意識を失った。はい、小林です。晴彦さんが通われている予備校のものです。はい。晴彦さんが倒れて病院に運ばれたそうです。え？予備校の学生証で身元が分かり、家族へ連絡が入った。そして医師の診断は、息子さんは脳梗塞です。これがその時の実際の脳の画像。右脳の大部分が壊死して白くなっていた。さらに脳の損傷部分が大きく、血管から水分が漏れて脳内にたまり、脳がむくみ大きく腫れ上がる状態に。一刻も早く右側の頭蓋骨を取り外す手術が必要だった。その手術は成功した。しかし晴彦の意識が戻ったのは1週間後だった。晴彦、幸いにも晴彦は記憶もしっかりしていて、言語も問題なかった。しかし、右脳を大きく損傷したため、左半身が麻痺し、動かすことが困難になった。必死のリハビリ。脳の謎。右側の脳を損傷すると、脳の残っている部分が機能を肩代わりするようになると言われている。晴彦も必死のリハビリで左半身が少しずつ動くようになっていった。しかし信じられない世界が晴彦を襲った。病院の廊下を歩いていると、ただのまっすぐの廊下がまっすぐなのか、下に落ちているのか、どうなっているのか分からなくなり混乱する。前の方に重力で引っ張られる感じで、なんでこんなことが起こるんですか。目の錯覚だからたまたまだと思うけどね。脳で起こる現象を理解している医師は少なかった。脳の機能は基本的に左脳が言語や計算など論理的なことを、右脳が見える情報を処理する映像的能力など直感的理解に関わると言われている。右脳を損傷した晴彦さんは
目で見える世界を脳が正常に処理できなくなってしまったと思われ、さまざまな異変が。鏡で自分の顔を見ると、今まで記憶にあった自分の顔はどんな顔だったのか分からなくなる。誰？顔の見分けができず、誰なのか分からなくなる相貌失認と言われる症状だが、こちらの2枚の逆さの写真、一見同じように見えるが、実は全く違う顔。相貌失認の症状はこのように逆さに人の顔を見ているような状態で、顔の区別がつかなくなっているとも言われている。一方、春彦の脳の異変は常に起こっているわけではなかった。天気、気温などの様々な環境で変わる。それはいつ襲ってくるかわからなかった。小林さん、小林さん大丈夫？そして次々と恐ろしい症状が春彦を襲う。手術から1ヶ月半、退院すると春彦が感じる世界はこんな錯覚を起こす。脳の謎、見える世界がおかしくなる。自分には遠くにあったと思った壁が、突然目の前に迫ってくる感覚に。それは他の人には想像もつかない状況だった。実は彼と同じように右脳を損傷した女性医師がいる。山田喜久子さん。彼女は自らの体験を医師としてしっかりと伝えたことで、脳の不思議が理解されるようになった。彼女の場合は、色違いのタイルの道に来ると模様なのか、穴なのか、出っ張りなのか、わからなくなる。階段はただの横線にしか見えず、上りなのか下りなのかわからなかったという。そして春彦にも恐ろしい症状があった。それは反則空間無視という症状。脳の謎、なぜ左側の世界が消えてしまったのか。右脳を損傷したことにより壁が突然目の前に迫ってくる感覚に。さらに恐ろしい症状が、脳の謎、脳の損傷により左側の世界が消えることがある。ある時から春彦の視界から左側が消えた。ごちそうさま。ありがとう。だからこんなことが起きる。椅子はあるのに存在に気づけなかった。大丈夫か？道を歩いていても、電柱は全く気づかなかった。彼の世界から左側が消えたのだ。なんで？これは反則空間無視という症状。側頭葉や頭頂葉などの空間を認識する部分が損傷すると、目では見えているのに脳が認識できなくなる。右脳を損傷した春彦は視界の左側を脳が認識しなかった。それは一体どういう世界なのか。例えば我々は通常自分の背後を気にしない。だから我々にとっての後ろ側のように
春彦にとって左側は気にならない世界なのだ。気にならないので注意しようがなかった。反則空間無視の人に簡単な家のイラストを見せて同じように描いてもらうと、右側しか描かない。時計を描かせてもほぼ右半分しか描かない。そんな中、春彦は東大受験を諦めず勉強を再開した。しかし、文字も左側を認識しない。動きかける。なんだこの文章。注意深く見ようとすればするほど、集中した部分の左が消える。力きっかける。単純な計算も左側を見過ごし間違える。勉強どころではなかった。家族でさえも、やっぱり文章読みづらいか。まあ。なんだ、今日はできるんだな。昨日は何だったんだ。日によって見え方が全然違うんだよ。自分の脳の世界はなかなか理解されない。おかえり。ね、どうだった試験。いいわけないだろう。身体に障害がある人が受験をする際には代読など特別措置を受けられたが、この当時、他人には理解されない脳の症状には認められなかった。倒れてからおよそ1年、自分の脳の症状に当てはまる病気を見つける。高次脳機能障害。高次脳機能障害、それは脳が損傷を受けたために起こる障害。そのメカニズムは医学界でもわからないことが多いという。春彦は高次脳機能障害の患者を受け入れている病院を探し、診察を受けた。それぞれの線の真ん中にこうやって印をつけてみて。真ん中。線の左端まで認識できない。なので、二等分にしたつもりの線は右による。実際にどう見えているのか春彦さんに聞いてみた。果たして彼が見えている世界とは。左側を認識できないため、真ん中に線を引こうとしても右に寄ってしまう。実際に春彦さんにはどう見えているのか。この木でも右側に伸びているところまでしか見えてない。右側が脳が認識する部分。春彦さんの左側を通り過ぎ、どの地点で気づくのか教えてもらうと、スタッフがほぼ真ん中に来てようやく、はい、気づきました。日常、無意識であれば左を通る人には気づかないという。一体どういう生活をしているのか、春彦さんに密着した。高次脳機能障害の患者を受け入れている病院で診察を受け、リハビリを行えば効果があると言われた春彦は、そうですか、左側を意識してくださいね。症状が良くなることを信じ、入院し訓練を繰り返す。左を意識してください。しかし、ある人物と出会うことで春彦の考えは変わっていく。東大か。中村健龍教授。最新のテクノロジーで
障害がある人の困難を補うことを研究している人物だった。春彦は自分の置かれている状況、苦しみを打ち明けた。すると小林君がやるべきことは直すことよりも気づくことだと思うよ。気づく？そう。これまで一生懸命リハビリして自分にできないことは何か分かったんだから、それを直そうとするんじゃなくて代替手段で補えばいい。先生の言葉がよく理解できた。リハビリをこのまま続けることがいいことなのか。大切な時間を失ってしまうのはもったいない。病気を受け入れてテクノロジーの力を借りて生きるのも悪くない、そう思い、2007年7月、20歳の時一人で上京。障害のある学生にさまざまなテクノロジーを使い進学や就職を支援するプロジェクトに参加した。そして同じ障害で苦しむ人たちへ新たな生き方があることを伝え活動するように。これできなかったらテクノロジー使ったらいいよね、文字読めなかったらパソコン読んでもらったらいいよね、そういうなんか助けてとかきちんと言えるかどうかっていうことだと思うんですね。そんな春彦さんの現在の生活は。お疲れ様です丸、お世話になっております丸。先日お電話した小林春彦です丸。音声読み取り機能を活用、文章を読むのは代読機能を駆使する。音声が読んでくれるっていうので、ルイットではパンパル登録者に向けてセミナーを開催いたします。皆様のご参加お待ちしております。また縦長のモニターを使い左右に文字が広がらないようにもしている。自分の障害を受け入れテクノロジーを使う生活に変え、どう変わったのか。何事も変えられるものと変えられないものってあって、その中で変えられるものに時間とエネルギーが向いてるっていう意味では、なんかちょっと可能性を感じますよね。そして春彦さんは脳に障害のある人が受験で特別措置を受けられるよう訴え続け、13年前認められた。春彦さんは外見からは分からない障害で苦しむ人たちへ新たな生活方法を提案し続けている。